皆さんこんにちは。さあ始めよう LT スパイスの時間です。今日は電解コンデンサーのモデルをダウンロードしてくる話です。電解コンデンサーのメーカーとして有名なところで日本ケミコンあるいは日コンっていうのがありますよね。もう私最近気がついたんですけどね、以前はスパイスデータなんか公開していなかったんですけども最近は公開しているんですよね。で早速ダウンロードしてくるんですけども、これがちょっと残念なことにですね、 LT スパイス用のシンボルがないんですね。ちょっと探したんですけども見つからないので、今回皆さんもダウンロードしてきて使いたいという時にですね、とても簡単に使えるようにシンボルのひな型を作りたいと思います。まずはウェブサイトに行ってモデルをダウンロードしてこなければいけないわけですよね。概要欄にリンクは貼ってありますけども、こちらが日コンさんのホームページですね。そしてこちらが日ケミさんのホームページになります。日コンさんの技術支援ツールっていうところを探しますとですね、このように会員にならなきゃいけないようなんで、皆さん会員になってください。そして会員となってログインをするとスパイスデータがダウンロードできるようです。支援ツールに入れますとこちらにスパイスのモデルというのがありますので、これをクリックするわけですね。そうしますとこのように一覧で、いろんなシリーズがあるわけなんです。全体のコンデンサーの種類から言うとですね、とても少ないんですけども、これからどんどん増えていくと思いますね。これらをダウンロードしてワークホルダーに展開するわけです。日本ケミコンさんはスパイスモデル登録なしでダウンロードできるようですね。概要欄にリンク貼っておきますのでそちらをクリックしてください。そうしますとですね、このような形で出てきます。でさらにですね、ここでチップ型リード型なんてありますので、それらをクリックしますとですね、このようにいくつかのシリーズのスパイスモデルがダウンロードできるようになってますね。そうしてダウンロードしてきますとですね、日本ケミコンさんはシリーズ名でこんな風な名前のですねホルダーでダウンロードできてくるんですね。これ一個一個ダウンロードしなければいけないんですけども、展開するとこのようなホルダー名称になります。日コンさんはですねこういった形の名称になりますね。それぞれコンデンサーの種類のラインナップの番号ですね。そして参考回路図の中にですね、それぞれのラインナップに応じたシンボルファイルとライブラリーファイルが同梱されています。例えばこちらのようにですね、 GPD のシリーズのホルダーの中に対応するシンボルとしては、こちらの日ケミ GPD.asy のシンボルです。そしてこのシンボルはですね、同じ名前の .lib というファイルとリンクがもうすでに取れています。このようにですね、3文字のシリーズ名、それに対応したシンボルとライブラリーということになっています。日コンメーカーの場合も同じですね。このように日コンメーカーの場合は GYA から始まってこれだけの種類のシリーズがスパイスのモデルとして提供されていて、それに対応するシンボルファイルとライブラリーファイルは日コン GYA というふうな形の、こういうルールでですね作ってあります。さてこちらの回路図はバーチャルインピーダンスメーターという動画で紹介したものです。これのプレイリスト概要欄にリンクを置いておきます。これはとても簡単なんですね。こちらにコンデンサーをつけてそれをこちらの出力信号でコンデンサーの容量を測りましょう、あるいは位相角などを測りましょうという、そういう回路なんですね。
これ面白いですよね。こういうコンデンサーそのままつけているわけですから、47マイクロというふうに書いてあるのでね、今更こんなものを測らなくてもいいと思うんですけども、まあ、今回ウェブからダウンロードしてきたライブラリをこれで測るとですね、普通のこういったコンデンサーと違うということがまあよくわかるわけなんですね。まずはこのコンデンサー、理想的なコンデンサーなんですけども、これの状態を確認してみましょう。シミュレーションしますとね、このようになっています。こちらはですね、計測したコンデンサーの両端の電圧をコンデンサーの中を流れる電流で割ったものです。まあ、つまりこのコンデンサーがですね、何オームの抵抗に見えているかということですね。いわゆるリアクタンスになるわけですね。まあ、ですからこれ縦軸オームになっています。横方向はですね、周波数になっていまして、 100Hz から、まあ、100メガまでシミュレーションしているわけなんですけども、このようにですね、まっすぐ斜めに抵抗値が下がっていくというふうな、そういうカーブになっているわけですね。まあ、これはですね、オメガ C 分の1というカーブですから、これも皆さんよくご存知ですよね。まあ、それではですね、これをニチコンの PLF のシリーズに変えてみたいと思います。まず参考回路図の中から PLF のライブラリファイルをドロップして開きます。まあ、このようにですね、1個だけサブサーキット PLF という名前で、中身のない空の定義が入っていると思います。これはまあそのままにしておいて、この下にですね、ダウンロードしてきたモデルをコピーして複製をするわけですよね。ダウンロードしてきた PLF のシリーズの中で、47マイクロファラッドに対応するファイル、型番はここに書いてますね、 PLF1E470M というふうになってますね。まあ、このファイルの中身をですね、丸々全部コピーして、まあ、そしてここにペーストすればいいわけです。まあ、このようにペーストするわけです。もちろんこの後ろにですね、他にこのシリーズでダウンロードしてきたものは、まあ、どんどんペーストしていけばいいわけなんですね。まあ、PLF のですね、いくつかあるシリーズをですね、この中にまあ全部まとめられるといいかと思います。まあ、ここに10マイクロも開いてみましたけども、これもですね、こういうふうにしてコピーしまして、順番的には47マイクロより値が小さいので、この上の方になりますでしょうかね。このようにしてですね、ペーストすれば OK ということになりますね。そして閉じます。そうしましたら、このコンデンサーを消しまして、こちらのコンポーネントのところから、自分のワークホルダーを選択して、先ほどのシリーズ、ニチコンの PLF のシリーズですね、こちらを選ぶわけですね。そしてここに置きます。サブサーキットですからね、ここを U ってなってますけども、これはもちろんレファレンス番号は後で C というふうに書いても全く問題ありません。それでは次に、これからどうやって先ほどの登録したものを呼び出すかということですね。これ右クリックします。そうするとこのようなダイアログが出ますので、この PLF というふうに書かれているところをダブルクリックしますと、プルダウンメニューで選択できるようになりますから、このように47マイクロ、先ほどのモデルですね、これを選べばいいわけですね。そうしますと、このように型番が出てきます。これで使えるようになっているわけです。早速シミュレーションしてみましょう。このような結果になりますね。先ほどと違ってこの辺で折れ曲がっているわけなんですけども、もうこれはもう皆さんご説明しなくても分かってますよね。実際のコンデンサーはこういった部分のリードの部分のインダクタンスなんかがありますので、あるところからコンデンサーとしての機能を失って、
まあ、コイルに当たるような部分が優勢になっていくというふうな、まあ、そういうカーブですよね。まあ、理想的なコンデンサーはどんどんこのまま下がっていくんですけどもね、現実に近いコンデンサーのモデルではこのように折り返してしまうということですよね。縦軸は当然抵抗値、リアクタンスですよね。まあ、せっかくですね、いくつかダウンロードしましたので、まあ、同じ47マイクロでもどんな風に違うか比較してみたいと思います。まあ、比較のためにですね、 AKO という名前のライブラリファイルを作っています。まあ、それはこのような形でですね、 AKONUM というふうな形にしまして、この AKO のライブラリの中ではこのように使いたいシリーズのライブラリをインクルードしてきて、まあ、そしてですね、それぞれをまたもう一度サブサーキットの中に入れて、まあ、この AKO で選択するということなんですね。まあ、サブサーキットの AKO は直接 AKO コマンドではできないんですけども、このようにサブサーキットの階層の中に入れて、モデルの名前がこのように1番あるいは2番3番というふうにですね、番号のモデルの名前に変えると、これサブサーキットでも AKO できるんですね。 AKO なんだろうなって聞かれてた方、まあ、端的に言いますとですね、これらの種類のコンデンサーを順番に取っ替え引っ替えしながらシミュレーションするという、まあ、そういう話ですよね。それではやってみましょう。まあ、今ここではですね、4種類のコンデンサーを比較してみました。まあ、たくさんグラフが出てですね、まあ、カラフルですけどもちょっと分かりにくいですよね。こちらの位相角の方、まあ、一旦消してみましょう。まあ、こちらの位相角の方を消しまして、この縦軸をデシベルから、まあ、普通の対数の軸に変えましたですね。まあ、こちらの縦軸はですね、リアクタンスですね。そしてこの茶色い信号が理想的コンデンサーの時の信号ですね。このようにまっすぐ下がっていくわけです。まあ、そしてですね、次にこの赤いグラフ、この赤いグラフが47マイクロなんですけども、 PLF というシリーズのニチコンのコンデンサーですね。まあ、そしてこのオレンジがですね、 PCF というシリーズのニチコンのコンデンサーです。まあ、そしてこちらの黄色いのがニッケミのですね、 EMVH350 というシリーズですね。まあ、同じ47マイクロなわけです。まあ、ざっくり言いましてね、47マイクロ理想的なコンデンサーと同じような特性をしているのは、まあ、この部分だけということですね。まあ、ニチコンのシリーズの場合はだいたいこの部分ぐらいまで来ていますということですね。まあ、しかしこれ勘違いしないでくださいね。あくまでもモデルなわけですから、まあ、これは実際とは必ずしも一致していません。まあ、どちらかと言いますとですね、日本ケミコンの方がですね、この黄色い線ですね、まあ、こちらの方がより実際のコンデンサーに近いようなカーブに私は体感的に感じますね。まあ、普通の電解コンデンサーの割と大きな容量のものはですね、このように平たい部分があったりしますね。まあ、同じメーカーの中でも、まあ、シリーズが違えば特性も様々ということですね。まあ、現在出ているシリーズはこのような量なんですけども、まあ、今後ですね、メーカーさんどんどん追加してくると思うんですね。同じシリーズの中でも情報量を増やしてくると思うんです。まあ、そしてですね、新しいシリーズができた時のためにひな型のひな型を用意しておきました。まあ、それはこういうファイルです。日本ケミコンさんの場合はですね、ニッケミ .asy とニッケミ .lib、まあ、そしてニチコンさんはですね、ニチコン .asy とニチコン .lib ですね。このファイルをコピーしまして、この後ろにですね、これまでと同じように3文字なり4文字でですね、シリーズ名称を入れるわけですね。
まあ、そしてこの中の文字列を、まあ、少し書き換えるだけですぐ新しいライブラリーモデルができるようになります。まあ、それではこのニッケミさんのこの2つのファイルを開きまして中身の解説をしてみたいと思います。まあ、こちらの ASY のシンボルのファイル、この LT スパイスにドロップしますとですね、シンボルの画像で出てしまいますので、これは別のエディターで開いてみたいと思います。まあ、私の場合は桜エディターで開いてみたいと思います。2つのファイル開きますとですね、このようになっています。まあ、それで、まあ、例えば仮に ABC っていう名前のシリーズが新しくできましたっていう時にですね、まずこちらのライブラリーの方ですね、ライブラリーの方のここにですね ABC を入れます。まあ、このように入れるわけですね。まあ、そしてですね、こちらのシンボルのファイル、これはシンボルファイルなんですけども、エディターで開きますとこのようなテキストになっていますので、この中のこのペケペケペケって書かれているこういうところ3箇所ありますので探します。こことこことここですね、まあ、ここですね、これつながっていますので、つなげたままで、まあ、このようにですね、ABC というふうな名前にするわけですね。まあ、こちらのこの名前がこのライブラリーファイルとリンクしているわけですね。まあ、そしてセーブするときにですね、セーブアズでこのようにニッケミ ABC という名前で、こちらも同じようにニッケミ ABC LIB という名前で保存するわけです。まあ、こうして保存しますとね、まあ、あとはですねライブラリーで呼び出せばいいわけですね。まあ、こちらのコンポーネントを開きまして探しますとこのように見つかりますよね。まあ、そしてこういうふうに置けばいいと。でこのライブラリーの中にですね新しいモデルを入れておけばですね、ここで右クリックした時に、まあ、この部分から選べるようになるんですけども、まあ、今はまだ何も入ってないですから何も選択できないという状況ですね。まあ、コンデンサーのモデル、まあ、以前に村田のモデルのこともご紹介しましたけども、まあ、こういった電解コンデンサーの大きなものもですね、大電力な部分で使うところではですね、理想コンデンサーではない特性が非常に重要になってきますので、まあ、それぞれ使いたいコンデンサーのモデルがあるとですね、シミュレーションするときには大変助かるわけですよね。まあ、今回はですね、ウェブからダウンロードしてきた電解コンデンサーのモデルをLT スパイス用のシンボルがないがためにですね、こうやって作ればいいですよというふうな、まあ、そういう回でした。皆さんもですね、ぜひウェブからダウンロードしてライブラリーにリンクしましてですね、このようにですね違いを確認してみてはいかがでしょうか。今日はここまで。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。